元上司ね。まあエモンなんすけど、わかんないでしょこの気持ち。いや、やば、ちょ納期12時間前なんだけど全然やる気出ないわ、終わりだもう終わり、ちょやる気出なすぎて、さっきまでさんま御殿見てて、それでもやる気が出なくて、ピッコマとか見て、それでもやる気が出ないから配信に行き着いた。うん、うん、いや飯、あ家系ラーメン食ったよ、うまかった。顔疲れてる締め切り直前こんな感じっすね、いつも。髪もこんな感じ。いやマジもう頑張れ。それさ、それ頑張れたらさ、お前苦労しないんだよ、知ってるか。うつ病に頑張れって一番言っちゃいけないんだまあうつじゃないけどただやる気が出ないだけなんですけど、私の場合。でもね、頑張れないの。そういう時ないっすか、なんだろう、やらないといけないんだけど踏み切れないみたいな。無理だもう、え諦めて寝るでもなんかこの12時間っていう絶妙な時間がさ、まだ間に合うかもしれないという気持ちにもさせて、いやきついよね。えそう、締め切り先も見てる、いや見てるかもなと思って、だから X で投稿するときは題名入れなかったタイトルさ、急に納期12時間前、やる気の出し方じゃん。もしかしたら、版元発注先も見てるかもしれないので、X では雑談しますって書いておいて。危ない危ない。いや、もう進捗が芳しくないとは思ってないでしょうね、向こう。やばい、そう、やる気スイッチがね、見つからないの。どうすればいいの？なんか、頑張ろうとしたんです。先に申し上げとくと。頑張ろうとしたんだけど、パソコンカタカタやっててね。パソコンばっかりやってたら、筋力が衰えるなと思って、筋力が衰えたら、老後困るなと思って、ジム行ったんよ。偉いでしょ？いつも行かないくせに、ジムに行って、1時間を運動したんすよ。もうそれはもう、1時間運動して、いや、私偉い。うわ、今日という日を有意義に過ごしてるっていうのを、演出してしまったの。自分のために、なんか自分がこう逃げていい、私は一生懸命生きてるっていう言い訳にするためにいつも行きもしねえジムに行って、いやでも頑張ったよね私と思って、そしたらジム帰りにさ、急に LINE が入って、元職場の女性がいるんすよ、元上司ね、まあエモンなんすけど、その人から急に連絡が入って、なんか妊娠したって言うんすよラーメン食いたくなって、すっごいラーメン食べたくなったんですよ。おめでとうございます。本当に良かったですね。わわわわわって書いて、ラーメンが食べたくなったんですよ。うん。なんだろうな。なぜかわからないけど、今の1時間を無に帰したくなって、情緒が不安定になって、家系ラーメンに行き、ライスと、なんか、家系の普通のな、ラーメン作ってさ、めでたい、めでたいんすけど、因果関係は、違う、因果関係とかじゃないの。わかるね、納期12時間前の人間の気持ちがお前にはわかるか、フリーランスの。もう、なんて、もう、ちょっとした何か、なんでもいい。それがマイナスであろうと、プラスであろうと、なんでもいいんですけど、それが私の精神にすごい起因するの。響いちゃうのよ、なんでも。なんだか。いや、弱いのよ、弱い。もう、それはもう、なんか全てにおいてこう心臓がね、さらけ出しになってる状態なの。うん、だからもうなんか運動をしてる時間も、なんで私はこんな愚かなことを、現実逃避のために納期があるのに運動してるんだろうって気持ちになったり、本当はめでたいはずのな、妊娠報告を受けて、なんでね、2年前に辞めた私に報告みたいな、なんだろう、はあ、そんなことを考えてしまう自分。そして私の身の回りを見ても、ケンピ一人、咳をしても一人、ケンピ、はあ、なんてことで、そういうことです。もう何でもこうマイナスに結びつけてしまうんですよ。わかんないでしょこの気持ち。いやーダメだ。それで、いや定期的に会ってない。だって最近会ったのあれだよ、加藤純一のハイパーゲーム大会で奇跡的に会ったみたいなそんなってな、さすがに前のあれでしかないからな、上司でしかない。でその後寝た。しょうがないよね、運動してさ、食ったらさ眠くなるじゃん。
仕方がない仕方がないと思いながら寝てもうぐちゃぐちゃ起きたらなんかね17、18時ぐらいで、ああお腹すいたお腹すいたと分かんなくなっちゃった。とにかくすごい寝てたんです。とにかくやる気が出なくて、どうすればいいんだろうこういう日。ダメだ。